自分たちがやっぱこう昇格するに、昇格するというか次のステージに進むに、まあ、値しなかったというか、まあ、力が足りなかったということがまず結果ですけど、まあ、そうだな、選手終わってすぐに伝えたのは結果は大事です。確かにやっぱ結果出すことで周りの人もやっぱ喜んでもらえるし、まあ、ただやっぱそこにその結果を出すためにこの1年、まあ、どういうふうに向き合ってきたかっていうのは同じぐらい大事で、それはまあ自分自身、チームメイト、応援してくれてるファン、サポーターの皆さんとか、そういう人たちとどう向き合ってこの一日一日 の、 そのトレーニング、一瞬一瞬のワンプレーを取り組んできたかっていうのは、軽トラに大事だっていう話はしましたね。だからそれが、うん、まあ、結果に結びつかなかったということは、我々がまだそういう部分が足りなかったというところでだと思います。まあそうですね、まあ、とにかくこのクラブにこう入らせてもらって、入団させてもらったんで、まあ、まずやっぱ福井の、ね、ために戦いたいっていうのと、やっぱりこう何ですかね、まあこの大会も通じてそうですけど、まあ、無観客試合なのに外でこう応援しに来てくれてる人とか、やっぱああいうものっていうのは、まあ、やっぱり今もそうですけど、こういうふうに、ね、例えば試合の運営のところとか、やっぱそういうところっていうのはやっぱこう選手身寄りにこう感じるところはいっぱいあって、やっぱそういう思いの中で、まあ、この大会も戦ってきたんで、まあ、そういう思いが全部こう繋がれれば一番いいなと思いましたけど、やっぱりそういう、まあ、今までも数々こういう試合経験してきましたけど、やっぱ悔しい思いしてきましたけど、まあ、やっぱり自分自身もまだ力がもっとできることがあったのかなっていうものは、やっぱすごく今終わって一番こう感じているところですけど、まあ、本当にファン、サポーターの人と、まあ、あとはクラブ支えるそういうスポンサーの人とかに、まあ、まずはちゃんと感謝して、福井に戻りたいなというふうに思います。